江藤新平は1834年佐賀県佐賀市八重に江藤種光の子として生まれ、明治時代の政治家教育者として著名な人物です。立法、行政、司法がそれぞれ独立する三権分立を推進し、我が国近代司法体制の生みの親として近代日本司法制度の父と称されました。また司法制度、学生、警察制度の推進とともに市民平等を説き浸透させました。1874年士族反乱である佐賀の乱が勃発すると指導者に押され、青函党を率いて佐賀城の政府軍を攻撃し遁走させました。江藤新平の功績は維新の実血佐賀の七賢人として列せられています。